なんで、自主防衛だとかあるいは自主独立だということを考えなくてはいけないのかと、いうことになるんですけれども、うん、なぜっていうのはこの65年間日本は敗戦から以降戦後ずっとアメリカの核の傘の下に生きてきた。そして、日米安保の下ですね、まあ、おんぶに抱っこでやってこれたわけです。だからいいじゃないかと、今までもそれでうまくやってきたし、これからもうまくいくのではないかと、うん、そういう期待感というか惰性が、まあ、あったわけですね。で、確かに冷戦時代はですね、日本はアメリカに必要とされたでしょうし、アメリカはまたソ連と妥協のできないこの向き合い方、対峙の仕方をしてたと思うんですけれども、今それはもう終わってしまった。冷戦編が終わってしまったわけですね。で、それから以降、この20年という時間がだら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 と経ってるんですけれども、我々が日本国民が、日本人がはっきりと自覚はしないままにですね、日本とアメリカの関係がこれまでのような親分と子分で、しかも子分をですね、親分にきちんと守られているかのようなですね、状態ではもう関係が変わってしまっているということにちょっと気づかずにこれまで来てしまったんだ。で、それに嫌もなく向き合わざるを得なくなるのが今年ではないかなというふうに思うんですね。というのが中国の GDP がその日本を抜き去ろうとして、そして中国というのはソ連と違って、アメリカにとって封じ込める相手ではなく、互恵関係にお互いに米中はもう抜き差しならないほど経済的に深い結びつきをしている。同時に日本も中国とものすごく経済的に深い結びつきをして、衰弱していく一方のこの日本の経済力というのも中国によって支えられているような部分、アメリカもそうです。アメリカも衰弱していく経済力を中国に支えられているようなところ、こう没落する超大国アメリカが他方にあって、それにくっついてきた日本があって、でこっち側にこの勃興するですね、超大国中国という、その覇権をめぐるですね、地球上の超大国の覇権をめぐるゲームが今まさに非常に大きな局面を迎えつつある、うん、そういう中で日本は独立もしていないような状態で、自分の未来とか自国の運命を自国によって決めることが果たしてできるんだろうか、うん、ということが問われているんだろう。こういう問いかけは日本のマスメディアとか主要な論壇では全く正面から取り上げられることがありません。要するにこの日本の戦後の言論空間というね、江藤淳さんという文芸評論家はずっと昔にその閉ざされた言論空間という占領期以来ずっと、まあ言ってみれば操作されっぱなしの状態にあるということをですね、言われてきた通りですね、正面から対米関係というものを捉えることができないような状態にあるわけですね。でも本当に日本はもう向き合わざるに、もう向き合わないと日本という、あるいは日本国民というのはこのままだと大変危険な状態にですね、陥っていくんではないか、そんな気がしてならないんですけど、まずちょっと長く私喋っちゃって申し訳なかったんですが、先生この時代の境目ということに関して、とりわけその超大国の覇権ゲームという、これはいつの時代も起きてきたことですけれども、これはどういうふうにご覧になっているかお話しいただけますか。まず超大国の覇権ゲームをさることながら、アメリカから見て日本と中国がどちらが重要かという話からしていった方がいいんですね、はい、もう過去ずっとアメリカは日本が極東における一番重要な国ということを言ってきた、はいはい、ところが2002年だと思いますけれども、アメリカのマイケル・グリーンがね、はい、日米同盟が崩れるとき、はいはい、それはどういうシナリオがあるかということを言ったときに、GDP で、中国が日本を抜くときと、これが一つのね、日米同盟を変える非常に大きなきっかけになるかもしれない。そのときにはアメリカの中では中国の方が重要だということをまあ予測したんですね。これが一つ。それから外国軍さん去年頻繁に来日してそれ日米合意通りにしろと延々とこうおっしゃってましたけどね日経新聞とかに呼ばれて、はいはい、それで、はい、その次にこれ外務省がやったアメリカの世論調査ですよね、はい、アメリカの世論調査で今年初めて、アメリカ人が、日本と中国のどちらをより重要なパートナーだと思いますかと言ったら、うん、中国だと答えたわけです。あ、もうね、だからね、政府のレベルではなく米国民、米国民のレベルでね、
だから米国民の一般、うん、それから指導者、はい、これが、まあ、基本的にはもう今年から中国の方が我々のパートナーだと、うん、こう思ってきたわけです、うん、まあ、もちろんいろんな関係の中国とアメリカの関係は敵対的なところもあるし協調的なところもある、うん、しかし向こうから見て、うん、中国ははるかに重要だという認識をしたっていうことがこれがまずあるんですね。でそれはかつですね、それは今年で終わりじゃないんです。これからますます深刻になっていって、多分2020年2030年、日本と中国の経済力というのは日本が1ならば中国が4、1対4ぐらいに離れていく。その時にアメリカがどっちを重要するかというのが一つ、それからもう一つはこれはあの米中の関係ですけれども、米中も2030年までには中国の方が経済力が上に行くと、まあ、こういう時代に来ますから、そうすると、今までのように常に日本をより大事だとアメリカが考えているという前提のもとの日米関係っていうのはもうなくなったんですね。ここが一番重要な点だと思います。